こんにちは、痛みの窓口丸目接骨院の丸目です。今回のこの動画ではですね、テニスボールを使った形で極下筋のセルフケアの方法についてお伝えしたいと思います。で、使うテニスボールなんですけども、100均でこういった形でね売ってます。まあちゃんとしたテニスボールではなくて、テニスボールもどきといった方がいいでしょうか。割とですね、こういう形でしっかり硬さありますので、このテニスボールを使った形でケア方法についてお伝えしたいと思います。それで、極下筋の筋肉なんですけども、ちょうどですね、肩甲骨のこの裏側についている筋肉になります。この筋肉が硬くなりますと、もちろんその筋肉の場所ですね、痛さであるとかだるさであるとか出ますし、それから肩の痛みですね、それから首肩こりであるとか巻き肩、それから、この辺のしびれですね、多岐にわたっていろいろなですね症状が起こりますので、首肩こりのある方はぜひこの極下筋というですね、セルフケアのやり方をちょっとやっていただきたいと思います。で、実際の極下筋の筋肉なんですけれども、こういった形でついております。ちょうどですね、これが肩甲骨になります。この肩甲骨の上に、上にある筋肉ですね、これが、極下筋と言います。これが硬くなるとですね、肩甲骨が背骨側から離れていくような感じですね。ですので、こういう状態になってきます。こういう状態ですね。ですので、まず首肩こりのこの辺のね、張る筋肉を緩めるということも大事なんですけども、まずその前にですね、この極下筋っていうところの筋肉を緩めることがとても大事になりますので、そのテニスボールを使った方法についてね、お伝えしたいと思います。で、テニスボールをね使ったセルフケアをやる場合っていうのは、こういう壁をね利用します。で、例えば左側のね、肩の極下筋をケアするときなんですけれども、ちょっと右手でですね、この肩あたり触ってくださいね。で、肩触ると、ここ真横を触るとポコってね、へっこむところがあると思います。でのへっこむ、ポコッとへっこむ手前のところですね、ここが骨のギリギリのラインになるんですけども、ここからですね、指を後ろにスーッと持っていきます。そうするとポコッとね、落ちるところがあると思います。この辺にまずですね、このテニスボール置いていただいて、体と壁でサンドイッチします。こういう形ですね。これでまずですね、極下筋ね捉えてます。で、ここから、体をですね、こう動かしていきながらボールを転がしていくんですけども、背骨側にね、ぐーっとボールを動かしていきます。ぼーっと動かしていきます。で、この時に、背骨側までぐーっと動かした時に、ポコッとですね、骨が転がしてポコッと下がるところがあります。こうなるとですね、肩甲骨から、外れてる状態になりますので、もうすでにここは極下筋の筋肉から外れてるんですね。なので、このポコッと押したところの手前で止めるようにしてください。止めるようにしてください。ここまでが極下筋です。で、この真横の動きですね、そこから肩甲骨の一番内側の方からさらにまた下の方まで移ります。で、またですね、こう左右にちょっと動かしていきます。その中で、一番ですね、ズーンとくるところ、響いてくるところを探してみてください。そこが、極下筋の中でも一番ですね、凝りの強い部分になります。で、そのキーンとするところをですね、見つけていただいたら、そのままですね、あ、ここだなというところありましたら、そのままこのボールの押し当てるところに、圧をかけていきます。で、この時に、気をつけていただきたいのは、グリ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 しないでください。
このグリ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 してしまうと、あの筋肉の繊維がですね傷ついてしまいますので、そのままですね、深呼吸をしながら、30秒ほどゆっくり待ってください。でかなりですね、ここの首肩こりの緊張が強ければ強い人ほど、ここですねかなり響くと思います。ですので、痛い手前ぐらいの感じですね、圧を加えていただければなと思います。こういう形で、ケアをちょっとしていただければなと思います。で他のですね、いろいろな場所もですね、テニスボールすると響く場所があるかと思うんですが、そこよりもですね、まずこの極下筋ですね、この部分を、しっかりですね緩めていただくことを最優先してください。これはもう絶対です。まずここのですね、根本原因になってくる極下筋を緩めないことには、この巻き肩っていうのは治りませんし、そもそもの首肩こりの症状っていうのは、取りきれないので、まずここのですね極下筋をしっかり、このテニスボールを使って、狙っていただきたいと思います。今回の動画は以上になります。ぜひですねちょっとやってみていただいて、キーンとね、特に響くところをね、いろいろゆっくり動かしながら、探していただければと思います。